ひろゆきさんって私の印象では稼いでらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、お金はあります、はい、それは何に使ってらっしゃるんですか？うん、あんま残ってるんで、僕が死んだ時にうちの妻が豪遊します。例えばこういうものが買いたくて頑張ってきたとか、そういうのはないんですか？買いたいものってあります？あります。私は今このマンションまだ全部ローンが残ってるので、それを全部支払いたいとか、海外に行きたいなとか、別荘が欲しいなとかね、あるはありますよ。マンションって買っても価格下がるじゃないですか。そういうふうに考えたことない。だけどさ、買ったからひろゆきさん、私はこのキッチンをリノベーションして YouTube のバッグにまでできる。多分借りてるキッチンでも棚作るぐらいはできますよ。でも、ね、そうだけどさ、そうなんですけど、自分の好きなようにほらできるから。だってキッチン好きなようにするためのそのと、そのマンションを買うっていう額の差が激しくないですか？まあまあまあ、もちろんキッチンを買う、キッチンを好きなようにするってだけじゃないんだけど、やっぱりなんか、あ、自分の家なんだなって思うし、なんか自分の好きなもの、僕は賃貸でも自分の家だと思うので。でもさ、ほら壁に穴開けたりできるですよ。で、穴開けるってあります？え、何のために穴開けるんですか、壁に？重い絵を飾るため。あ、絵を飾りたいんだ。絵を飾りたくないんですか？なんで額縁重いのを飾るんですか？だってただの紙じゃないですか。嘘じゃん、本当に？だって軽い額縁にして、ゴムみたいなペタってくっつくやつって貼り付ければ終わりです。やっぱり額縁って大事じゃないですか。あ、そうなんだ。額縁大事なんです、私にとっては。だって、何に例えればいいんだろう。まあ、でもそれでも穴開けちゃって、なんか退去の時に穴開いてるから修繕費ですって言って、なんかプラス20万とか言って、はいはいって払えば終わるじゃないですか。まあね、そうだけど。でもじゃあひろゆきさん家どうなってるんですか？絵とかないんですか？借りた時についてる絵がそのまま飾ってあります。借りた時についてる絵？あ、なんかそのフランスで住んでる時、なんかじゃあここって言ったら、なんかそのままなんか絵とかいろいろ置きっぱなし、家具付き借りたんですよ。はい。なのでそのままあって、絵だ。じゃあこういう絵が飾りたいなとかもない？一切ないですね。こういうテーブルが欲しいなは僕はないですね。彼女は買いました。でしょ？そうですよね、それはいいんですよね。彼女が買いたいなら好きにすればですけど、でも賃貸でもテーブルは買えますよ。そうだけどさ、そうなんだけど、まあね、そうだけど、やっぱり私でもそうだけど、やっぱりでも買ってよかったなって思いますよ。あ、だからその大金で買ったものは自分は正しい行為をしたんだって思いたい気持ちは人は持ってしまうんですよ、心理学上。うわ、失敗したって思いたくないっていう生き物なんで。だからマンション買った人ってみんなそれ言うんですよ。だからなんか、あ、買った人の話聞いて、ああ得したんだっていうふうにみんな誤解するんですけど、大体買わなくてもなんとかなる気がするんですよね。で、例えば隣にすげえ頭のおかしい人住んでたら超面倒くさくないですか、引っ越すのとか。あ、それはね、でもこのマンションは私はお友達が住んでいて、でこのマンションがの部屋が空いたら買いたいなと思っていたので。あ、じゃあもともと結構好きなんですね。 そうです、このマンションが好きだっていうことで。そう、お友達も住んでたっていう感じでね。僕が買おうとしたらもう不動産価値が上がるかどうかですね。でもさ、ひろゆきさん、なんか、はい、もう年を重ねると賃貸借りられないみたいなのもあるっていうか、あるっていうかちょっと分かんないけど、でもそういうふうに聞くじゃないですか。まあ言われますね。だから、はい、そして、もし年を重ねてたらどういう風になってるかわからないじゃないですか、収入が。だから買っといた方がいいんじゃないかって私は思ったんですけど。その時買えばいいんじゃないですか。その時買えないんじゃないですか。要は60歳とかで借りづらくなった時のためにマンション買わないでお金を残しておくんだと思うんですよ。例えば今、青木さんって家族とお住まいになられてると思うんですけど、はい、それとその子供の部屋とかもある家を買わなきゃいけないじゃないですか。そうですね、でもじゃあ20年後とかにそのお子さんがもう独立されて自分一人でいいんだったら、もっと手狭なマンション買った方が安いじゃないですか。あ、でもね、それも考えて、ひろゆきさん、そこは私すごい、ここは、1LDK にしたんですね。で、今映ってるとこ、キッチンも映ってますけれども、ここはリビング で、でベッドもついてるんですよ、このワンルームになってて、ここは私の部屋で、もう一つ、5畳ぐらいの娘の部屋があって、
で、今娘はそっちにいるんですけれども、うん、だからそんなに広くないんですよこの家っていうのは。だから娘が出て行ってもいいなっていうことまで見越して買って、あ、で、まあ、ワイルドイケメンみたいな。そうですそうです。どうするんですか、なんかめっちゃイケメンと結婚したら。え、どういう意味ですか。まあ、そのなんかすげえなんかイケメンでかっこいい人と結婚したいですってなったら、なんかじゃあ3人ですもんねって言って引っ越すことになりません。ああ、その場合にこのマンションはどうするのってことですか。ねえ、そうですね。そんな、でもそれってすごい幸せな悩みだからいいかなとか思っちゃうけどな。あ、そう、幸せの中で、ああ大変だ大変だって言ってるんだったら、まあ、まあそれもありかなって。そうですね。そうです。はいはいはい。あ、それはわかります。そんな感じ。確かに。それはわかる。よかったです。ひろゆきさんは何ですか。その仕事のいろんな仕事、お仕事やってらっしゃると思うんですけど、何をしてるときが一番楽しいですか。仕事は単なるゲームなんで、そんなに、で、あの、ちょろいんですよね、仕事って。その僕ゲームをやるんですけど、その僕がやるゲームって、その 0.5 秒とか 0.3 秒で判断をしないと負けるみたいなのを、まあ先やってるのと3分ぐらいやるんですよ。そうすると3分以内にそのめっちゃ集中してやらなきゃいけないんですけど、なんか仕事ってそのなんか返事が5分遅れようと何の問題もないじゃないですか。超ぬるいと思ってて、うん、なんでなんか仕事って楽というか、なんかこんな雑なたるいゲームでなんか難しいとか言ってるやつってアホちゃうのっていう、そういう感じなんですよね。はあ、って簡単だと思ってるから成功なさってるんですかね。あとはその本気でじゃあ仕事やりますっていう時とかって、まあそのこのメール全部処理しなきゃいけないですって時とか、こういう作業しなきゃいけないですっていう時に集中した時って僕すごく早くやるんですよ、うん、でそれはもう早くやるという作業に特化して集中するんですけど、だからそのなんか仕事って本気でやると別にできるけど、みんななんかあの8時間だらだらとテーブルに座ってなんか仕事してるふりをしてるけど大した成果がないっていうので、なんか仕事してるって言ってるじゃないですか。それぐらいだったらゲームの方が全然集中できるし能力値使うのになーっていう気がするんですよね。私はね、なんか難しいと思うと手に入らないんじゃないかと思ったりするんですけど、ひろゆきさんは簡単だと思ってるから簡単にできるってところはないんですかね。そういうことじゃない？あ、でも実際だって仕事のほとんどって答えがあって真似が容易なんですよね。え、何？真似が容易？あのゲームって例えば僕の反射神経の問題とかっていう、その生徒的な体力的体格的問題とかで結構できないことがあるんですけど、そのまあ IT 系とか、そのなんかメディア出て喋る系とかってもう答えあるじゃないですか。それ真似すればいいだけなんで、で真似した人は全員同じ結果になるので。そうなんですか。うんうん、あの IT 系だとそのこういうふうに動きますっていうソースコードがあって、コピーすると 100% 同じように動くんですよ。そうなんですか。今日の対談内容のまとめです。マンションは買った時点で価値が下がります。もし買うなら価値が上がるような物件を選んで買った方がいいです。カム付きの物件はお得です。人は高額なものを買うと自分を正当化しがちです。そういう心理になってしまうんですよね。仕事ってぬるゲーです。正直言って簡単すぎます。そもそも8時間も集中して仕事できますか？それなら集中して短時間で。こんなして残りの時間を有意義に使った方が良くないですか。面白かったら SNS などでシェアしていただけたら幸いです。チャンネル登録よろしくお願いします。